はい、12月4日の朝7時19分の相場解説になります。だいぶ価格がこう変わりましたね。昨日から比べてこう深夜のうちにまた大きく値段が下がったような気がしますけども、これ1時間足なんですが、ここからね下がって、ここでえぐるように上昇して、まあなんと言いますか、 N 波動みたいなのができてですね、 N っていうのは上がるばっかりじゃなくて、こういうふうに下に行く N もありますからね。まあご覧のように昨日お話したように N 波動が始まったよってことです。あ、これ他の動画で話したんだったかな。で、問題はここからもう一発 N 波動が来て大きく下がるのか、それともここがね底を打って、要するにここですね、底を打ってゾーンを書くならこうですよ。そこを打ってここからね盛り上がっていくのか、要するにこういうふうに上がっていくのかってことですね。まあ以前も109円110円の方に向かうよっていう話をした頃っていうのは、108円のこのまさにね同じような価格帯だったと思いますけども、あれから随分と価格を上げてね、ここまで上ってきてくれたわけですよ。その分だけやっぱり上がったら落ちますね。上がったら落ちていってこうなってるということでございます。これからは109円の方に向かうのかどうかってことなんですけども、まあここまで来ましたんでね、あとは上がるだけなんではないかなと思います。さあ、では1時間足から離れて、このね日足を行ってみましょうか。日足を行くとトレンドラインはこういうふうになってるというふうなお話をずっとしてましたよね。こういう形でまだ右肩上がりは続いているんではないかなと思いますよね。ただ問題はここですよね。ここが落ちていって右肩上がりが終わるのか、それとも元通りに右肩上がりに戻っていくのかってことになります。これはちょっとねまだ様子を見ないと分かんないですね。で、4時間の方を見ると大きく下がったところなんですけども、こことこことここがちょっとポイントになってきますね。価格が下がるにしても、ここがもうマックスだと思うんですよ。108円の350と。だから、ここ、108円の350まで落ちることを警戒しながら、買いのポイントを探っていきたいと思いますけども、まあ、今日はね、さすがに買うのはちょっとビビった方がいいですよね。というのが、N 波動の第2波が来るかもしれないからなんですよ。ここと。ここが N になる。またね、恐れがありますからね。こう、N ですよ。こういうふうに。N になってるでしょ。で、調整が入って N がもう一発続くみたいなことがあります。で、N が続いた場合はもう一回ここまで来ますね。108円を割るところまでは来ないと思いますけども、108円前後割るかどうかってところまで来て、そこから、またね、大きく反発してくるんではないかなと思います。まあトレンドの方向は大きな時間軸っていうのはこちらの方に、右肩上がりになってます。いわゆる支配波ですよね。支配されているのは、日足の右肩上がりですから、下がっても下がっても買いを狙っていけばいいんじゃないかなと。まあこれ去年の今頃こんなこと言ってましたね。買いで取ろうとした時はもう売りのことは考えないと。売りの時はずっと休んどいて買いのポイントが来るまで待つみたいなね。まあそんな感じで今日は行きましょうかね。今日だから一日ちょっと予想見てね、木曜日金曜日に買いで取るチャンスを探しましょう。もう今日ね、急騰してもそれはちょっと見極めができなかったということで諦めて、今日は、買いのポイントを探る日にしていきましょう。で、実際にアクションするのは、今日の深夜を見極めた明日、明後日ということになります。それでは本日は以上です。